ブンブン、ハローイチュー、どうもサルです。今回は海外でもまだ最近発売がスタートしたばかりのブラックビューの最新スマホ A60 Pro の販売が Amazon でスタートしましたのでご紹介したいと思います。まずはじめにスペックを紹介すると次のようになります。参考までにすでに販売されているプロがつかない方の A60 のスペックも右側に記載しています。では今回発売がスタートした A60 Pro のスペックですが、 CPU は MediaTek のMT6761 ヘリオ A22、 ラムは3ギガで、ロムは16ギガ。ディスプレイは 6.1 インチ。解像度は 1280×600 ドット。カメラは背面のアウトカメラが800万画素と500万画素のデュアルレンズカメラ。前面のインカメラは500万画素のシングルレンズ。バッテリーは 4080mAh で、OS は Android 9。そして、現時点での Amazon での販売価格は16,699円となっています。その他特徴としては背面には指紋センサーが搭載されているほか、インカメラを使った顔認証にも対応しています。マイクロ SD にも対応しており、サポートしている最大容量は 256GB となります。右側にスペックを記載しているブラックビューのプロがつかない方の A60 というスマホはすでに販売がスタートしていますが、デザインについては A60 Pro も A60 もほぼ同じになっています。ただ、スペックが搭載される機能は2つのモデルでかなり異なっており、まずスペックとしては A60 Pro の方がよりスペックの高い CPU を搭載し、RAM 容量も 3GB と3倍の容量のものが搭載されています。逆にカメラについては A60 の方は1300万画素のセンサーが採用されていましたが、A60 Pro は最大でも800万画素となっています。その他、OS が A60 では Android 8.1 の Go エディションが搭載されていましたが、A60 Pro では Android 9になっています。この基本スペックだけですと、スペックアップした部分があったり、逆にスペックが下がった部分もあったりと、トータルするとほとんど同じようなモデルのように見えますが、A60 Pro のみ背面に指紋センサーが搭載されているという特徴があります。ですので、約2000円の価格差は、CPU の処理速度が上がり、指紋センサーが搭載されたことによるものかと思います。とはいえ、それでも約1万円でこのスペックのモデルが購入できますので、これまでのブラックビューのスマホと同じように、とてもコスパの高いモデルとなっています。価格は安いスマホですが、前面にはカメラ部分にノッチがついており、ほぼ一面がディスプレイのようなデザインになっており、解像度はフラッグシップスマホなどを比較すると低いところはありますが、実用上はそこまで大きな問題なく使うことができます。冒頭でもご紹介した通り、このモデルは現在 Amazon で販売がスタートしています。詳細なスペックのほか、実際に購入された方の口コミも見ることができますので、興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。